それじゃあまずね、あの目の、全体的な構造を見ていきましょう。みんなもね、あの一緒に描けるぐらいね、しっかり理解しましょう。まあ、目の一番外側の膜は強膜って言われてて、みんながね、あのよく言う白目のところは強膜っていうんですね。この一番外の膜、これを強膜って言います。繰り返すけど、みんなが、普段言ってる白目白目って言ってるところが強膜です。白色してます。で、この強膜白色なんだけど、このね、光が入ってくるところだけは、透明になってて、まあ、当たり前だと思うけど透明になってて、この透明の部分は角膜って言われます。これ連続してるんだけど違ったあの構造体になってます。角膜で、目って、ミルフィーユみたいに膜の上に膜があって、さらにその上に膜があるっていう風にね、ちょっとねミルフィーユっぽくなってるんですよ。でこの強膜の内がすぐ内側にも別な膜が張ってて、それをよいしょ、脈絡膜って言います。脈絡膜、脈絡膜でね、脈絡膜の角膜に近い方がね、ちょっと変な形してて、ここに少し出っ張りがあって、ちょっと汚い模式図で申し訳ないんですけど、でよいしょ、細いのが突き出てると、ちょっとねこんな変な形してます。また後で触れます。脈絡膜の脈って動脈静脈の脈じゃないですか。で実際脈絡膜には血管がいっぱい走ってて、いろんな細胞に栄養を与えてます。プラス脈絡膜って、俺赤いチョークで書いちゃったんだけど、本当はね、あの茶褐色みたいな色してて、メラニンがいっぱいあってね、光を吸収してくれるんだ。あのもし光をこの脈絡膜が吸収せずに反射しちゃうと、中で光のなんていうの、むちゃくちゃな乱反射が起こって、どっから光がどこに当たったか分かんない、わけ分かんなくなっちゃう。だから脈絡膜がちゃんと、光を吸収してくれてます。でさらにミルフィーユだよね、また内側に膜があって、この、さらに内側の膜、これをね、網膜って言います。網膜には視細胞っていうね、視細胞ってあの視力の視で細胞ね、視細胞っていうね、光の刺激をこうキャッチできる細胞がこの網膜に並んでいます。でこの網膜、まあ、聞いたことあるかもしれないね、この網膜で、網膜に並んだ視細胞っていう細胞が、光の刺激をキャッチして興奮します。ほんでそのね、あの興奮を、神経細胞に脳までね、あの伝えてもらいます。でこれ、あの最後にこの脈絡膜のこのなんていうの、つながったここの角膜の近くのこのわけのわかんない構造、これね、まずね、ここだいたいこの辺にあるのがね、毛様体って言います。まあ、実体は筋肉みたいなもん、あの筋肉みたいなもんなんですけど、毛様体。あ、2つあるんだなって思わ、毛様体っていう、なんていうの、石みたいなブロックがポコポコってある2つあるわけではなくて、これ目の、これ断面図を見てるんですよ。目の断面なんで、これってあの、ドーナツのね、断面なんですよ。ドーナツの断面、これドーナツ、ドーナツがあるじゃないですか。でこれドーナツを
切るとするじゃないですか。これドーナツを切るとここに断面ができるじゃないですか。ドーナツを切ると断面ができるじゃないですか。でこの断面を 俺たちは見てるのね。だからあの模様体ってこうドーナツ型なんですよ。でそれの断面がここに見えてるって感じね。でさらにね、その上にあるのがこちらが、これもねあのドーナツの断面だよ。こちらが光雨祭って言います。光雨祭、光彩はね、あのこう光彩もあのドーナツのドーナツ型してて、この光彩のドーナツの穴、このドーナツの穴をね、つまりここだね、ここ光彩に開いた、光彩っていうドーナツに開いたこの穴のことをね、俺たちね、瞳孔って言ってます。これが瞳孔、瞳孔をね、このドーナツの穴を広げたり縮めたりすることで中に入ってくる光を、光の量を調整できます。でプラスちょっとね、汚くなっちゃって申し訳ないんだけど、模様体にはね紐がついてて、でそこにね今度ね、レンズ、我々の目のレンズに相当するものがぶら下がってます。これを水晶体って言います。で水晶体をぶら下げてるこの紐を沈晶体って言います。沈っていうのはあのね、ドイツの解剖学者さんのねお名前です。でこれね、沈晶体の体の字気をつけて、あの体って書いちゃダメだからね、あのこんな細い紐みたいでしょ、帯って字ね、沈晶体で、この水晶体のこの後ろ側、ここはね空気が詰まってるわけではなくて、実はガラス体っていうゲル状の組織が詰まってます。ガラス体って聞くとね、なんかバリーって割れちゃいそうって思うかもしれないけど、結構クッション性があってゲル状で、ショックからね、あのこうショックから守ってくれます。クッション性がありますガラス体。じゃあ一旦これが目の全体の構造です。